電話相談室リターンズ。さあ、大人のお悩みを木誠さんがズバリ解決する木曜ズバリの電話相談コーナーですね、はい、今日はですね、今年出演した相談者の中から印象に残った何名かの方にですね、その後どうなったかをお聞きします。はい、9時台は割と気楽にこの方に気楽、うん、9月20日に出演してくれました。ラジオネームフロッグさん、45歳男性の方です。30歳の頃まで何か満たされない気持ちで過ごしていたフロッグさん、はい、ある日脇毛の生えた女優が出演するアダルトビデオと出会い、ダイナマイト見た瞬間にこれだと女性の脇毛に興奮する自分に出会います、はい、しかし脇毛ラブはなかなか女性には理解されません。自分にとっては顔より脇毛、女性を選ぶ重要なポイント。そんな中、付き合っている彼女が永久脱毛しようとするのを阻止できないかどうやったら理解してもらえるのかという相談でした。はい、その後どうなったじゃ。もしもし。もしもし、こんにちは。あの後彼女とどうなって永久脱毛しようとした彼女と。あの後ですね、はい、ちょっとまあ結局普通に戻りたいということで引退されました。別れることになりまして。ああ、やっぱりその毛生やしてなんか生きていくのは嫌だと。そうですね、まあ特にやっぱりまあ水着とかやっぱり着たいっていうので、はい、やっぱりの伸ばしたくないと。なるほどね。脱毛したいということですね。理解できない、できないと、はい、で9月には別れてしまったんですね。そうです。その後、はい、女性お付き合いはどうなってできたんですか、新しい彼女。あ、でまた改めて、はい、まあ彼女の方は作ってできたんですか。すごい。そうですね、はい、まあ付き合ってはいるんです。はい、脇毛フェチやってことは相手にも言ってあるんですか。いや、まだなかなかちょっと言えなくてですね。はいはい。ちょっと今調教期間ですね。あ、調教、調教期間、はい、つまり相手に、はい、この脇毛が、俺が脇毛好きやっていうのをちょっとずつ前を詰めてる感じになってるわけですか。そうですね。なんかこう、どうやってあれ教えんの、例えば。いや、まあ、まずは、こう、ちょっと、なんて言うんでしょう、マインドコントロールじゃないですけど、はいはい、ちょっとまあ、要は、ビデオを見して、まあ、そういうのをこう見てもらって。あ、脇毛の生えてる女性の AV とかをアダルトビデオ見せた。そうです、見せました。はい、もうそしたらさ、今2回見せてます、ね。そしたらさ、こういうの好きなんって聞いてこなかったですか。いや、聞かれました。はいはい。で聞かれて、うん、いやなんかこういうのもなんかちょっと興味が あるんだけどっていう話はちょっとちらっと言ってるんですよね、はいはい、うん、でそれでちょっと様子を今見てるというか、相手の顔反応を見てるというか。そんなの絶対嫌だって向こうは言わなかった。あ、そうでもないんですね。おー、ということはさ、ま、そんなにもう脇毛生やすことに対しての毛嫌い感はないってこと。そう、まあ、生やせと言って嫌だと言われたら嫌なんで、うん、はい、まあ、あと下手扱いされても嫌だから、はい、なんかこうちょっと様子をこう見てるというか、はいはい、はい、彼女の反応自体は平行なのもあるんだみたいな感じでとりあえず受け止めて、ただ今それが2回目になったんで、はいはい、で、まあそれでも変な、なんて言うんでしょうね、なんか反応は別に悪くはなかったんで、なかったんで、まあでもこういうシリーズもあるんだねぐらいなんでしょうね、はい、まだそうですね、うん、でもまあ彼の一番ベストなのは脇毛、まあ、つまり長さがどれぐらいでしたかね。確か1センチぐらいにあれば、そう、もう本当に、でも、ちょっと少し生えかけぐらいでも、全然もう、それでも気持ちいいというか、でも、でもそれでも気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、では、つまり、脇毛、そのぐらい生えた時の脇毛に、股間を押し付けるというのが、一つの珠玉の出ましたね、気持ちですからね。触るだけじゃなくて、そうですね。そうですね。だからそこがなかなか理解されないんだよね。うーん、今のところ来年、まあ、2013年、はい、これどうでしょう、作戦としては、どっかで約束してもらう、エッチするときに、はい、なんかこう、
エッチの勢いで、はい、脇毛生やすのもいいよねみたいなこと言ったら、今何だって言って、そのことで現地を取るって、ね、口約束してしまうってどうですかね。それをちょっと今取り付けようと思って、まあ、おねだり作戦をですね、はいはい、これからしようかなと。来年はね、はいはいはい、まあ、つまりおねだり作戦とじらしをしながら。でもほら、口約束は無効ですって言われたら、まあ、原先生ここから気張りますけど、そうそうそう、多分これは、うん、口約束でも約束は約束ってこうやって言ってありましたからただまあベッドの上のピロートークはねえ向こうですよね。いやいや、でもなんかちょっとまあ生え、ね、永久脱毛された人は困るんでね、はい、やっぱりでもあれですか、全然脇毛のない生えてない女性っていうのは、まあ彼女できたけどもやっぱり燃え方が全然違う、全然違いますもん。ああ、全く違います。全く違う、脇毛があるない、もう全然違うんやね。もう本当にもう、はい、お願いだから生やしてくれっていう感じ。なるほどね。今は綺麗なんですか、彼女さんは。脇毛は。そうですね。まあ、それなりに、処理してはるから。そうやね。ちょっとがっかりなんです。がっかりなんですよ。もうなんか、551 の豚まんがある時ない時みたいな大阪の CM でやってると思う。はいはいはい。それぐらい今多分落ち込んだはる。そうね。テンションも低かったですね、今。わかりました。じゃあ来年はなんとかね、頑張ってね。はい、はい、生やしてもらう作戦をもしまた分からないとまた大人電話相談室へ言ってくれればいいアドバイスができると思います。また報告をさせていただきます。はい、分かりました。随時準レギュラーとして頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、年を、はい、ということでございまして、いやいや、まあまあまあ朝ですからジョリジョリに押し付けたいね、それが夢。それもう何回も言わないのよ、もう朝から本当にもう見てみな、あ、もうこの話とともにほら見てみ、この CBC 上空が晴れ渡ってきたから、なんかあれ青空が見えてきましたね、はい、さあということでございまして、次の10時台もございますが、はい、ド M なのに S な男性となかなか出会えない、あの女性ドブスのメス豚野郎さんの再登場